はい、どうもこんにちは。この動画を初めて見る方、それから2回目以降の方もいつも動画を見ていただいてありがとうございます。ですね、本題に入る前に、実はちょっといくつか言いたいことがあるんですけども、なぜですね今ちょっと言わなきゃいけないかっていうと、この動画はですね確実に再生回数が高いんですね。間違いなく高いことを知った上で言わせていただくんですけども、私今ちょうどこのチャンネルを作って動画制作をしながら今1年半ぐらい経ちましたかね。でいろいろとこう切磋琢磨して少しずつこうグレードもアップしている最中なんですけども、歌を歌ってみたりとかカバーとかですね、あとはちょっと冒険に出てみたりとか、なんかそんないろんなことをやってはいるんですけども、全然再生回数がですね、この何でしょう、登録者数が増えないというのが現状ですね。で別にそれに媚びてなんか体張ってやるっていうのもちょっと違う気がするので、それは別にいいんですけど、でまあいろいろやった中で少しでも気に入ったものがあればぜひですねチャンネル登録をしていただければと思います。ありがとうございますで今実験的に一つ別のチャンネルを作りまして、そこではゲーム実況だったりとか、あとは旅に出てみたり、なんか 銀の頭にしてなんかいろいろやってます。でそんなに派手なことではないんですけども、まあ、そういうのもやってるので、今ちょうど23人になりました。歌だけやってる時は正直そんなに増えなかったです。今あなたがこの見てるこのチャンネルですね、なんですけど、なんかやっぱりちょっと過激なことをすると再生回数とか登録者数が増えるんだなということが分かりましたし、そんなに外れたことをしても減りはしなかったというのが現状ですね。はい、それでは本題に入りますが、私以前に整形手術をしました。この目ですね、目のところを整形手術したんですけども、それから今までいろいろ経過をたどって載せてきました、作ってきましたが、とうとうですね1年間経過いたしました。拍手。というわけで1年間を通して振り返ったりとか、まあ、どういった反応があったり、あとはその1年間の中でメリットデメリットという部分についてお話をしていけたらなと思いますので、しばしご清聴いただければと思います。はい、で私がちょうど去年の10月ですね、整形手術をしたのは本当にそんなに大した理由はなく、ちょっと興味本位で病院に行ってカウンセリング受けて、モニターでどうですかって言われて、一人なんでもともとね、で受けてその日のうちに決めてやったというようなとこなんですけども、まあ見ての通り今1年間経って変わってないですね、目の二重が。で僕がやったのが埋没音手術なんですけども、ここに糸、髪の毛より細い糸を入れて、このまぶたの裏の軟骨とこのまぶたを縫い付けている状態です。なのでこれは一生というよりは、この糸が消えればそのまま元の状態に戻るという約束というか、まあそういうので調べて実際やってみたんですけども、まあ もちろんとてつもなく痛いんですよ。もう一個の方法はここを切開する方法、まあ、本当に切って脂肪を抜いて縫い付けるので一生戻らないやつなんですけど、まあちょっと結構腫れもひどいと思います、切るので。でこれの場合も縫ってるだけなんですけど、やっぱひどい腫れを1週間2週間はもちろんあったし、まあ正直ちゃんと落ち着いたのは半年ぐらいかかりましたかね。自分がその最中の何でしょうね、渦の中にいる間は分からないんですけど、今1年間過ぎ去ってみてやっぱ半年ぐらい腫れてたかなっていう感じがあります。まあこのチャンネル見てる方はもちろん整形手術に興味があって見てるとは思うんですけども、実際やってみると痛みはもちろんそれはあります。変な痛みがずっとこうあって、あと目やにもすごく出るし、コンタクトもつけれなかったりとか、目が悪い人はね。でそうですね、それは覚悟しといた方がいいかなと思います。まあ、費用的な部分は病院さんにもよるし、それを何をするかにもよると思うんで、なかなかそこは言えないんですけど、昔はね本当に5万以下でやってたと思うんですよね、病院によっては。ただ僕の場合はというか、まあその病院によっては永久保証とかがついてくると結局10万超えてくるところもあるし、あとはその何点止めっていうのが限られてきて、僕は2点止めなんで一番言ったら低いというか、整形手術の中で一番多分ライトなやつだと思うんですよ。
どっか削ったとかでもないし、だからその人によっては3点止めとか4点止めの人もいるんですよね、埋没層の人は。石灰の人は石灰で終わり、1個しかないんですけど、だからそういう部分でも値段は変わってくるし、あと保証期間とか、永久保証だったらまたちょっと値段は変わってきたりとかもあると思うんですけど、あとはあの以前の動画の時に質問とか意見が多かったのは、僕はあの大して何でしょう、悩みがあってやったわけじゃないんで、それはやっぱり悩みがある人の気持ちはわからないっていうようなコメントもいただいたんですけど、もちろんそうなんですよね。だからその気持ちというよりは、どういったまあ特にメリットデメリットの部分について僕は自分なりに分析をしたので、分析をちょっと聞いていただきたいなと思うんですけども、まずはじゃあデメリットの方からいきましょうかね。デメリットに関して言うと、そうだな、やっぱりその周囲の反応だったり、まあもちろん僕は性格上そんなに人に何か言われたところで落ち込んだりしないですけど、もともとそういう整形手術をした人って多分コンプレックスがある人で、で周りになおかつ知り合いがいて整形したっていうのがバレたらすごい嫌じゃないですか。で僕はそんなに嫌じゃなかったんで、これ戻るから戻るっていう大義名分で言ってたので、それは特に気にしなかったんですけど、っていう部分で人に言えないっていうところかな。仕事変えたりとかね、なんかこう転機が訪れた時にあのもう全部前の人には言えないような感じになると思うんですけど、そこがやっぱり唯一のデメリットなんじゃないかなと思いますよ。家族とかも反対したりする人もいるだろうし、友達にもなんか言われるとかのが一番かな、デメリットとしては。うん、デメリットの部分で個人的な意見としては、あの自分が整形をしたことを忘れちゃうんですよ。やっぱりね、半年ぐらい経ってね、一人の時の写真見たらね、うわって思うんですよね。なんか多分今の方がいいと思ってるのかもしれないですけど、でその忘れてから、例えば誰かに会いました、素敵な人に会いましたで、普通に話してて、あやべ俺整形してんの言うの忘れてたみたいなこととかもあるんで、そこは結構ねあるかな。ちょっとなんか悪いことしてるわけじゃないけど、ごめん実は俺違う顔なんだよねとか言わなきゃいけない時がいつか来るかなと思います。はい。でメリットの部分については、まあお察しの通り見た目は良くなりますよ、良くなると思ってますよ。二重にしたことで、あの写真写りとかなんかこうモデル写真みたいな、そういうのは多分撮りやすいと思います。あと印象もそうですね、柔らかくなってるんじゃないかなと思いますけど、一人の時よりは。ただやっぱりね、性格は変わらないので、例えば怖そうに見られるとかそういうのは変わんないですね。で僕はそうですね、あんまり今までこういうこと言ったことなかったんですけど、マッチングアプリっていうのに結構やってて、でそれを通して会う人はもう僕はもともと一人の時もやってたんで、どっちの方が受けがいいのかなっていうのも個人的に分析をしてたんですけど、もちろんそうですね、自分らしくっていうかな、ちょっと難しいんですけど、もちろん会ってる時はその自分自身の気持ちで喋ってるんで、一人とか二人とか頭にないと思うんですけど、反応が違うっていうのは一個あるけど、正直ねモテるかモテないかって言ったらね、微妙ですね。本当に半々 50-50 ぐらいです。だからその例えば二重 の時に来た人は二重の人が好きだったりとか、で一人の時来た人は一人の人が好きとか、もちろんそこだけじゃないですけど、まああるし、まあほんと 50-50 で、まあほんと自分に自信が持ってるかどうかっていうのはもちろんあるんですけど、で僕はその中で一人タイプじゃないって言われたんですよね。ああまあそりゃそうですよねと思いながら、そうなんだ、でもかっこいいと思うと、ありがとうございます、でも何が嫌なのって言ったら、一人だったらよかったのにって言われた時はすごいびっくりしましたね。だから僕急いで一重の時の写真見せて、僕実はこっちなんですっていう話もしましたけど、まあ、そういう人もいるんですね。だからまあ一重にコンプレックスを持っている女性はいると思うんですよ、男性もいるし。で女性の場合は僕の個人的な意見ですけど、僕は一重の女性はそんなに嫌いはないですね。そんなに、ただやっぱメイクの時にバッチリねしてて、一重になってメイク落とした瞬間にすごい変わるっていうのはちょっとやっぱりびっくりはするかなと思います。うん、一重が嫌だっていうか、一重が嫌なんじゃない、なんつったらいいんだろう、一重が嫌なんでしょって感じです。
だからもっと胸張っていけばいいと思います。他に全然自信持てればいいと思うんで、あまりちょっとまとまってなくてちょっと伝わってないかもしれないんですけど、まあ個人それぞれメリットデメリットもあるし、思うことも違うと思うんです。ただ僕は1年間で通して、まあ1年で取れちゃう人もいるし、1年半で取れちゃう人もいるし、一生取れない人もいるしっていうことだったんですけど、僕の場合はここは6ミリでやってるんですね。で次はもしこれ取れた時には僕3ミリでやるっていう約束をここでしたいと思います。ここだね、ここが。でやっぱね、でもこうした時はね、分かりづらいですよね。多分整形したことある人でも分かんないかもしれないですね、どれぐらい変わったかって。うん、そうですね、前の顔に戻るのはちょっとあんまりどうかなってびっくりしちゃうかなっていうところもあるんですけど、まあこれ自分で撮ろうと思って撮れるもんじゃないので、そこももちろん確保してやった方がいいかなと思います。でそのもしね悩みがあって、あの整形することに対してどうかなとか、こういうのはどうでしょうとか、いろいろ悩みとか相談とか、あのツイッターの方でですね何件かいただいたんです。直接メッセージが来て、あの病院の名前を教えてくださいとか、まあ、そういうのはあの個人的なことなんでもちろん教えられるんですけど、まあ、他のこととかもしこういうところでできることがあれば、このね再生回数もいくつになってるか分かんないですけど、この下のですねコメントとかできるところにぜひですねいただければというふうに思います。なので多分この動画はここで終わりにして、もし次この件でアップするとしたら、これは取れちゃった時ですね、どれぐらいの持ちだったのかというのをここでまたお話ししたいと思います。じゃあまたそのうちお会いしましょう。次は多分このチャンネルでは歌かな、載せるとしたら歌を載せるかもしれません。じゃあまた動画でお会いしましょう。さよなら。